今年いろいろ始める仙台いろは。毎年寒くなると欲しくなるのがトレンドのコートですよね。今回は秋冬のコーデをワンランクアップさせてくれるいいねなアウターをご紹介します。いいね。まずやってきたのはエスパル仙台2にあるアーバンリサーチロッソ。なりたい今日になれる服をコンセプトに、上質なアイテムに遊び心のあるスタイルを提案するセレクトショップです。このダッフルコート、内側がチェック側になっていて可愛いですね。はい、ダッフルコートといえばグローバーオールと言われるほど世界中から愛されているイギリスの老舗ブランドのロッソ別注コートになっております。スリムなシルエットに仕上げたグローバーオールのエリザダッフル、定番のキャメルにブルーチェックの裏地が今を感じる印象に。フードを外してステンカラーコートとしても使えるので、コーデのバリエーションを楽しむことができます。このふんわりとした肌触り、癖になりますね。はい、上質なメルトンウールですので、しっかり暖かくて軽い着心地になっております。いいね。続いてやってきたのは同じくエスパル仙台2にあるルトリオアバハウス。上質なスタンダードを楽しむ人に今を感じるトレンドアイテムを提案しています。ヘンさん、女っぽさをグッと上げるタイトスカートにぴったりのコートですね。そうですね、昨年人気だったコートの今季モデルの新登場でした。フード付きでカジュアルに、フードを外して上品に着こなせるツーウェイフード付きコート。コンパクトでスッキリとしたシルエットはどんなボトムとも相性が抜群。ミドル丈のコートはスカートスタイルとバランスが取りやすいのが特徴です。今年トレンドのチェック柄にもぴったりですね。11月15日エスパル仙台本館地下1階仙台土産館が20年ぶりにリニューアルオープン。営業時間も拡大し、より便利なゾーンになるそうです。今年の秋冬コーデは定番のコートでいいでしょう。仙台いろは。今日お伝えした情報は仙台いろはのウェブサイトでチェック。新しい私いろいろ始める仙台いろは。